Excel で作る4面くるくる変化カードをご覧になった方から、Excel の機能や仕組みについてご質問がありました。ホームページから開けるテンプレートを使って、機能や仕組みについてご説明したいと思います。まず、コメントの URL から、ホームページを開いて、4面くるくるカードのテンプレートをクリックしてください。Excel が立ち上がってきます。マクロは使っていませんので安全です。編集を有効にするをクリックしてください。わかりやすいように、色をつけたり番号をつけたりしてご説明します。左側を変えていくと、右側がどんどんリンクして変わっていきます。この左側の罫線はまた別の画像を貼り付けています。緑色の部分はそのまま貼り付いているのではなくて、上と下に分かれています。罫線部分を外して、ちょっとやり直してみます。黄色の部分は全体をコピーして、一番左上のセルに貼り付けます。この時、貼り付けのオプションで画像リンクを選んでください。これで左側を変えると右側も自動的に変わっていきます。緑色の部分は2つに分かれていますので、2つに分けて貼り付けます。ここで画像のリンク貼り付けです。あとも同じようにします。罫線の画像は型紙表というところをクリックしてください。普通はメモリ線が入った状態になっています。このままコピーするとメモリ線まで写ってしまいますので、必ずメモリ線を消してからコピーしてください。何もないところに貼り付けます。貼り付けオプションは画像として貼り付けです。リンク貼り付けの必要はありません。少しずらして画像にぴったりと合わせます。印刷プレビュー画面にすると入っていることが確かめられますので、そしたら印刷してください。Excel の機能や仕組みが分かっていると、大きさや形も自由に変えることができますので、オリジナルのカード作りに挑戦してみてください。